味方かどうか微妙なのは青の段の方か。こんなに歓迎してくれているのにでござるか。俺らのご機嫌取りをしてるだけさ。青の段の方々とは仲良くできそうなのかしら。結論から言えば不可能だ。ギュスターブ寮の立て直しに必要な黄金像、その所在を問うた時、コンラットは分からないと言った。じゃあ青の段は黄金像を猫壊しようとしてるの？理由は2つ。1つはまだギュスターブの死亡が確定していないからだ。奴がもし生きていたら黄金像の奪還に来るだろう。だからまずやるべきは彼らについている民意をこちらに引き込むこと。復興活動により民から信頼を得られれば状況は変わってくる。金は人心と違って力ずくで回収できるからね。司さん、ん、そしてリンゴさん、あなた方二人には5日間の静養を命じます。はい。そして完治するにはどちらも10日は必要ですので、今のうちに休暇をしっかりと取って回復してくださいまし。そうだリンゴくん、せっかくの休暇だ。休みの最後にでも2人で街を見に行かないかい？